貨物が目が見た珍しい。悪いがね、船には王も女王もいねえのよ。神か女神だけ、あんたにはぴったり。確かに私にふさわしいわね。船室が宮殿みてえに快適じゃなくて悪いね。快適？必要ないわ。忠実な盾よ。大丈夫か？あ、圧倒されてるんだよ、女神に。よくしてあげなきゃ。俺たちの船に乗ってるなんて。ああ、見た目に惑わされんな。女王こそ俺らが必要。うん、アヤ、女神は彼女よ。見て、あそこよ。あーや、やるのに最高の場所をバイクにご案内かい？やめて、フォックス。やるのは戦争よ。兄弟たちよ、今日の積み荷は特別貴重だ。クレオパトラ女王、完璧にして偉大なる淑女、エジプト全土の輝ける象徴。他にも考えただけで息切れするぐらい多くの堂々たる称号を持つお方よ。さて、前方ご覧の通りだ。お友達がおいでだぞ。遊びに来たらしい。我らがファラオの使いっぱしりども、わざわざのお越し痛み、歓迎の宴を開かねば盛大に。あったかく赤々と燃え盛るゴミの玉でな。あらららら、20年前のあの日のことを思い出すぜ。海賊一味と海に繰り出したのよ。シチリア人でしょ。聞いてたか。そうだ、当時の俺は雇われ船長。奴らどこぞの丘を襲撃する気でいくつか船を欲しがってたのよ。悪党生活に足を踏み入れた、あれが最初で最後だったぜ。俺としてはつつましさがある方が気分がいい。カケラだけな。カケラは手に入らないこともある。おい、喋ったぞ、偉大なメジャイが。ここは海の上、どんな偉大なものもあんたのものだ。それまよす、焼き尽くせ。あらら、いけるぜ、船乗りよ。準備はいいな。火を放て。加速！加速しろ！ぶつけてやれ！もっと早くだ、兄弟！よし、こげ！加速しろ！ぶつけてやれ！兄弟！加速しろ！見事なもんだ。航海術もお手の物ってか。私たちを沈めようとする船がいなければもっと楽だけど。船が大量に消えたら艦隊は警戒するんじゃないか。奴らが難破船に気づくまでには時間がかかる。あれだ、プトレマイオスの船がもっといる。私たちを囲んで岸辺に追いやる気だわ。目を見りゃ分かるぜ。なぜ戦うんだ。アレクサンドリアまで脇目も振らずにすっ飛んでけいいのに。クレオパトラのために道を確保しないと。さあ、やるわよ。奴らの脳天にラーの矢の雨を降らせてやる。ギリシャの船でエジプトの神の名を聞くのはいいもんだ。ごったには人生の彩りよ。血も流れろ。あららら、ら艦隊が指示待ちなさってるぜ。投石機は前のめりでご命令を待ってるぜ。クライナボンクラども、攻撃されてるぞ。構えろ、
構えろ。攻撃されてるぞ。構えろ。情けは無用よ。海の底に送ってやれ。構えろ。速度上げろ兄弟。構えろ。攻撃されてるぞ。衝撃で構えろ。継続だ。ゆっくり行け。放て。放て。大したことないわね。ラーの世に燃やしてやる。もっと早くだ兄弟。攻撃されてるぞ。加速。構えろ。構えろ。この嫌な匂いは小切手どもじゃねえ。他の。待って、フォクシダス。あっちよ。あれを見て。偽姫もやられた。プトレマイオスめ、いい海軍持ってやがる。俺の財布がローマの金蔵ならこうはいかねえのに。よくも俺の部下を。まだ終わりじゃない。落ち着いて。投石機が役に立つでしょ。反撃よ。ああそうよ、粉みじんにしてやるぜ。奴らの血で海を黒く染めてやら。ダマステンス、号令を出せ。もっと弾みをつけな。分かった船長。あらら、オクタレームのお出ましだ。水上都市やねえか。畜生、神は俺の艦隊を沈める気か。気まぐれなポセイドン、追いぼれ魚が喉笛に穴を開けてやる。我慢して、むやみに神を怒らせない。今ならおとなしい神より怒れる神の方がいいさね。この空をぶち抜いてクソみたいなもんを降らせてくれりゃいいんだ。狩るべき獣はあと一匹よ。行くぞ。カイト、カトク、攻撃されてるぞ。もっと早く。速度上げろ兄弟。構えろ。放て。構えろ。攻撃に備えろ。加速。構えろ。やり返せ兄弟。やり返せ兄弟。構えろ。攻撃されてるぞ。継続だ。加速しろ。ぶつけてやれ。もっと早く。速度上げろ兄弟。加速。構えろ。準備よーし。放て。回答、低速だ。加速しろ。ぶつけてやれ。攻撃されてるぞ。速度上げてけ。放て。構えろ。落ち着け。放て。
よし、こげ！加速しろ！ぶつけてやれ！もっと早く！攻撃されてるぞ！加速しろ！ぶつけてやれ！聞いたら、あやと会った日は、俺が再び危険と踊り出した日よ。バイク、お前は幸運のメジャーだぜ。俺たちこそ、あんたと仲間になれて幸運だ。仕事に引き戻したこと、謝るべき。とんでもない、いらねえよ。戦闘の轟音は俺のもの。この血が沸騰してきやがるぜ。いやはや、こんな大騒ぎはクレオパトラの親父が玉座について、以来だ。あまり騒々しく祝うのはやめましょう、船長。私たちは価値ある貨物を運んでる。クレオパトラは無傷で切り抜けてるといいが、あの服は高そうだったし、ね、誰も死なずに終わったろ。無限に攻撃終わってなかった。軟弱野郎はまだ死んでねえ。足舟に乗れ。霧に紛れてトンズラだ。ここは任せろ。運命ってな、クソったれさね。あや、海は楽しいぜ。俺はやることが。逃げな、バカども。キアのことは気にすんな。行く前にお前を称える、我が女神。ローマ人の血は流せないでしょ。そもそも宮殿に武器は持ち込めん。置いていくしかない。だがどうあろうと彼女には気づく。今回ばかりは派手な登場は不要ね。